WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。東京女子流です。そうですね、今年1年振り返ってみて、やっぱ今年は夏フェスにすごい出させていただいたなっていう印象を受けて、やっぱそこで東京市をね、知ってくださった方もいたり、ご久しぶりに見たって、あの今年ゆうのとの大原ゆうのとのコラボもあったので、そこで本当久しぶりに見たっていう方もいたので、すごい充実した夏になったなと思います。はい、今年1年を振り返って、本当にたくさんのイベントだったりライブをさせていただいたんですけど、あの東京女子流単独で、あの定期公演を行っていて、まあ、そこで本当にいろいろなことに挑戦させてもらったのが本当に一番印象に残ってるので、あのこれからもね、女子流ワンマンライブとかやってるので、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。毎月ワンマンライブというか定期ライブをねやらせていただいてたんですけど、やっぱりそこでこう初めて来ましたって方がいたりだとか、あの本当にもう今年はライブ尽くしの1年だったなって思ってまして、まあいろんなねイベントに出させていただいたり、まあ女子流のいろんなスタイルをね定期ライブで見せていけたりとか、すごくね充実したもうライブ三昧の1年になったなと思います。そうですね、今年入ってすぐなんですけど、シングルリリースしまして、そこからちょっと私たち新クリエイティブの皆さんにあの関わっていただき、また新たな女子流の、まあ、曲調といいますか、ジャンルを成立することのできた1年だったのかなとも思っていまして、結構ね今までやってこなかったような歌詞だったりとか、結構アレンジとかも今までにない派手さっていうのが結構際立ってたなって思うシングルが何枚か出たので、そちらもみんな今年を振り返ると同時に女子流の曲も振り返ってもらえたら嬉しいなと思います。